どうもこんにちは、太郎です。今日はガラクチュールのムシャール・ジャミル君のパーソナルストーリー、こちらをやっていきたいと思います。まずはレベルアップ。このね、レベル上げた時のセリフ結構好きなんで楽しみなんですよね。かっこよくね、強くなっていきます。結局は地道な努力が近道だ。なんか深いよな、ジャミルが言ってる。そうなんだよな。地道な努力大事。おっ、エピソードレベルマックスだった。じゃあストーリー行きましょう。カリムと一生懸命練習してたからな。お、キレがすごい。これですね、楽しみ。行きましょう。どんな話なんだろう。お、練習してる時の話かな、これは。ボールルーム。おーい、グリム結構のんきにやってたのかな、これ。エアリーガラは明日だし、前日の話なのか。様子を見に来てやったぞ。何その顔、グリム。で、3人はどんな感じだ？まあ、見てればわかるっすよ。ストップ、ストップ、ストップ。厳しい練習まだ続いてた？全然ダメ。あの本番を見た後のこの前日見たらなんでってなるわ。うん。カリムだけちょっと、なんだって顔してる。かわいい。レオナ、あんたはショーのメインなのよ。無理でもいいから、もう少しやる気を出しなさい。なんか本当の本番になったら、レオナ超本気出してたよね。あ、そっちが勝手に決めたことだろう。出演してやるんだから、感謝してほしいくらいだぜ。ああ、ビル、俺とジャミルのダンスはどうだった？多分ほんと今、カリムは自分の使命を忘れて、ダンスが上手くなりたい一心なんだと思う。そんな気がする。すげえかっこよかっただろう。もうダンスの道極めようとしてるだけだもん。純粋に質問してるもん。全く厳しすぎないか。ちっとも洗練されていない。まるで泥付きのごぼう。めちゃくちゃ言うな、ビル。経験者2人のダンスで友達のレオナを引き立てる予定だったけど、このままじゃ無理ね。そんなにひどいか？カリム、あんた一度も間違えずに最後まで踊れてないじゃない。痛いとこつく？本番は明日なんだぞ、カリム。もっと集中したらどうだ？ジャミルも人のことをとやかく言える立場？正直今は3人の中であんたが一番ひどい。なんで？俺ですか？びっくりしてる。マジでってなってる。ね、思ってたと思ってた、俺も。はい。ダンサー昔からやっていましたし、今回の振り付けも完璧に覚えました。なんだろう、優等生すぎるみたいな感じかな。それだけじゃダメ。あんたはジャミルのダンスを見ていてどう思った？どっちにしよっか、上にしよっか。まるで一人で踊っているみたいだった。そう、ジャミルのダンスには観客を引き込むものがない。足りないものは何か。考えるジャミル。前日にしてこの宿題、大きいですね、これは。今からダンスを仕上げるのは厳しくないっすか？そうなんだよ。前日だよ、もう。そっちに回る？いや、ダンスの担当を外れる気はない。観客を引き込む。完璧というだけではダメ。これ答え持ってきそうです。すごい怖いわ。明日までにはどうにかしなさい。でもこれさ、なんか、ほんと本番前にめちゃめちゃ自分に考えさせて、なんだろう、めっちゃ結果的にめっちゃモチベーション上がるっていうかね、いろいろ気づかせるすごいトレーナーなんじゃないかな、ビル。なんかそんな気がした。なんかわかる？野球部のさ、なんか試合の、まあ野球部に限らずだけどさ、運動部とかの試合の前の日とかさ、お前はなんとかだみたいな役割とか与えられたりとかして、はいとかって言って、なんかいろいろ気づかせるタイプのコーチ、そんな気がする。ジャミルは答え持ってくるよ、多分これ。絶対に諦めないと思うぜ。夜中だよ、夜中。まだ考えてるの？この時間なら中に人もいないだろうし、体を動かしながら考えてみるか。中庭。サバダ、なんだろう。本当に何これ。この声、誰かいるのか？びっくりした。おいイデアパンサーボンバーサンダーおたげかな。マジビビったわ。あれはイグニハイド寮のイデア先輩。掛け声とともに上半身をひねって光る棒を振り回している。マジ怖いからやめて、ほんと。マジ怖い、マジ怖い。一体何をしているんだ。だーまさかさ、ジャミル、ここからヒントを得るってそういうことある？そんなことある？これこれで To be continued やばいだろ。マジかよ。キレがすごいのはイデアだった。まさか。来年は行くわ。めっちゃ気になるわ。キレはすごいよ。キレがすごいってこいつのことだった、まさか。キレキレだよ、キレキレ。だーだー奇妙な踊りだな。このさ、なんか冷静に分析してるジャミルもおもろいぞ、めっちゃ。めっちゃ冷静じゃない？振り付けのキレがすごい。見ているこっちも体を動かしたくなる。イデア先輩の足元に置かれているのはタブレット。動画を見ながら踊っているのか。やはり影が、ガか。崖ものライブは最高ですな。崖もってなんだろう。崖ものライブ。崖も？スマホ調べてくれ。マジで気になるぞ。崖もってなんだ。これか。崖っぷちモイラス。運命の糸で結ばれた3人の女の子によるアイドルユニット。彼女たちのパフォーマンスはファンのみならず見るもの全てを楽しませる。ちなみにメンバー全員が年齢非公開。シワが目立つがファンは見て見ぬふりを貫いている。めっちゃ見たい。これなんだこいつら。どうでもよくない。気になるぞそこ。ジャミル、そこはちょっと無視できんぞそれ。よし。イデア先輩。やばい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 。いやー、めっちゃ人見知り発動した。これやばいね。授業で習ったものとは随分動きが違うようですが、そこ分析しちゃダメだ、冷静に。僕の崇高な使命は人種の違うこいつらには理解されない。どうせみんなにさっきのことを言いふらされて学園中から後ろ指さされる日々が始まるんだ。終わった、さよなら、拙者のバラ色学園ライフ。あ、元からそんなもの存在してないか。イデア癖が強すぎるよ。そしてジャミルはちょっとマイペースだな。さすがだわ。崖物ライブですよね。まさか崖も知ってるみたいな感じでさ、来るこれ。この顔、イデアのこの顔見て。知ってるんでござるか？食いついたな。これもダンスのためだ。話を合わせて、情報を聞き出そう。興味あるんか、本当に。君みたいなタイプの人間が珍しいね。早口になるぞ、このイデア。君もその、打ったりする？打ったり？知らない？そっか、やっぱり知らないか。めっちゃテンション下がる。イデアのテンションの浮き沈みがやばい。間違いない。にわかですね。はい。ライブを体感せずに知ったかぶりなんて号泣ですわ。ポケモンに向けて打つことでライブに最高の一体感が生まれるというのに。ああ、これだからにわかは自分たちがコンテンツを衰退させる元気を引くことに気づいてもいないのか。なぜ急に上から目線にね。めっちゃ面白いこのストーリー。うつと呼ばれるアイドルを応援するための踊りらしい。ジャミルの理解力やばい。正直なぜそんなことをするのか疑問だが、一心不乱に打つイデア先輩の熱い気持ちが俺に届いたのは事実だ。俺ならイデア先輩、俺に打ち方を教えてください。どういう展開？どういう展開って俺も思ったからね。多分これ見てる人みんな思ってる。こういう展開まさか来るみたいな。どういう展開だよこれ。まさかそこから着想を得てこのシーンに繋がったとは俺は思ってなかったよ。5個前の動画の俺は。練習の時みたいにキレッキレのダンスを披露してくれよな。あ、言われるまでもない。この言葉の裏にあのシーンがあったとは。何があったか知らねえ。昨晩レッスン場に戻ってきてから随分気合い入ってるじゃないか。崖もによって成功していたか、このフェアリーガールのイベント。俺たちの出番が近づいてきたな。行くぞ。おう。イデア先輩と何度も打ってようやく理解できた。完璧に踊るだけじゃショーはダメなんだ。必要なのは見ている人をも引き込むファッションだ。さあみんな盛り上がれ。俺のダンスで一つになろう。まさかジャミル一皮むけるのにイデアが絡んでたっていう。めっちゃウケるわ。ほらー、あのキレのあるダンスを見れば来るわ。ジャミル、掴んだよね。なんかビルもさ、まさかそこから、それ掴んでこうなったって思わなかったと思うよ。ショーにおいて大切なのは、自分の中に眠る。ファッションじゃん、これ。ファッションだよ、ファッション。それがオーディエンスを熱狂させ、一体感を生み出すの。ジャミル、あんたのファッション、会場のみんなに届いているわよ。けど、一体何を経験したら、一晩であそこまで成長できるのかしら。隣にいるやつに聞いてくれ。絶対気づかんだろ、ビル。ねえ、イデア？さあ。いいぞ、ジャミル氏。みんなと一緒に汗を流す姿。輝いていますぞ。陰ながらめちゃめちゃ応援してたのかな。ジャミル氏。めっちゃ面白かった。ストーリークリア。よいしょ。グルービーさせに行きましょう。いやー、めっちゃ良かったわ。ジャミルのパーソナルストーリー最高だったな。あれ？アイテム不足だわ。コブラのキャンディー持っってきます。寒い。いや、いらっしゃい。ご機嫌いかが。どこだ。ここかな。ここだ。慎重にね。サムは崖も知ってる。センキュー。他にお望みは。知らないな、これ。はい、ということでアイテムゲットしてきたのでルービーさせたいと思います。綺麗なあるダンスだった。ダンスには言葉も文化も関係ない。きっと妖精たちを楽しませてみせよう。おお、グルービーオッケー。いやー、めっちゃよかったー。面白かった。たまには何もかも忘れて楽しむのもいい。こんな感覚、久しぶりだ。いや、よかったっすね、本当に。面白かったです。ジャミル、こんなことになるとはな。はい、ということで、今回はガラクチュールの SR ジャミル、パーソナルストーリーでした。すげえ面白かったです。まさかね、イデアとの会話が前日の夜に、ああやって繰り広げられていたとは思いもしませんでした。フェアリーガラのイベントストーリーもう一回見たら、また面白いことに気づくかもしれないですね。ということで、今回はこれで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた動画でお会いしましょう。バイバイ。